モルトバトルチャンネル。前回は白秋に似てるモルトとしてアラン10年を紹介したじゃない。今回は山崎に似てるモルトを見つけてきたので勝負したいんだけど、かいいよ。ほいじゃまずは山崎の能書きからお願いします。能書きならお任せください。サントリー山崎ノンエイジ。いつ見ても安心する佇まいだね。店頭ではめったに見かけることがなく、日本国内では絶滅の恐れがあります。定価販売だったら見つけ次第保護しないといけないね。ドンキでは15,000円ぐらいで売ってます。つらいピッピね。山崎ノンエイジは山崎蒸留所のシングルモルトで2012年に発売されたわ。シングルモルト山崎自体は1984年から発売を開始しています。山崎蒸留所はサントリーの前身である寿屋が1923年に作った本邦初のウイスキー蒸留所です。蒸留所の建設にあたって創業者の鳥居慎次郎は後の大日本果汁や日華の創業者でおなじみの竹鶴正隆を招聘しました。マッサン。サントリーの歴史からは抹消されています。竹鶴はスコットランドでウイスキー作りを勉強してたんだよね。ロングモーン蒸留所とヘーゼルバーン蒸留所で修行しました。鳥居がスコットランドからウイスキー技術者を招聘しようとしたら、日本には竹鶴がいるだろうと言われ、竹鶴は寿屋に採用されることになります。人生で一回は言われてみたいね。竹鶴はスコットランドに似た冷涼な北海道の気候がウイスキー作りに最適だと考えましたが、鳥居に却下されてしまいます。その時の思いが日華余市蒸留所の建設につながっていくんだね。鳥居は北海道に蒸留所があったのでは輸送コストが高すぎると考えました。また消費者に蒸留所を見てもらいたいと考え、大阪に近いかの千利休も愛した山崎の地を選びました。さすが赤玉ポートワインをバズらせた寿屋の社長だね。一方で竹鶴はザ・ウイスキー職人って感じがするね。ウイスキーバカです。今では山崎蒸留所は新幹線の車窓からも見えるし、さすがサントリーだね。サントリーは昔から圧倒的にマーケティングがお上手ですね。山崎蒸留所は木桶とステンレスタンクの2種類の発酵槽を使い分けて発酵を行っています。木桶発酵は木材の保温性の高さや木に住み着いた乳酸菌の働きなどで複雑な香味成分を生み出します。また白秋蒸留所と同じようにさまざまなサイズのポットスチルを使い分け、多種多様な原酒を生み出しています。山崎蒸留所で生み出される原酒はなんと約100種類。世界でも稀な蒸留所です。能書きを聞いたところで早速やっていきたいと思います。くんかくんかスーハースーハー。バター、シェリー、バニラ、イチゴ、桃。芳醇、清冽、人の技の及ばない高貴な香りがします。お味の方も試していきましょう。ジュンジュンジュン。梅。嫌な味しないし甘めで余韻長くてやっぱりうまいね。かの千利休も愛した味です。いろんな味するけどやっぱりチェリーみたいな香りが好きかな。山崎ノンエイジにはワイン樽熟成原酒を使ってるのでそれかもね。やっぱ山崎梅ね。いっぱい欲しい。全然手に入らなくて困っちゃうね。一説によると地球上の 99% が山崎難民だと言われています。この味がいつでも楽しめたらいいなって思わない？そんなことができたらドラえもんの世界です。そんな奇跡を起こすことができるかもしれない汁がカバランだよ。身の程知らずですね。カバランディスティラリーセレクトNo.1。いいよ。知ってる？カバランは台湾にある蒸留所だよ。キングカーっていう台湾の清涼飲料水メーカーが作った新工場流所なんだ。サントリーもジュース作ってるから似たようなものね。カバランという名前は台湾の原住民であるカバラン族に由来するらしいよ。カバランは2006年に上流を開始したよ。2年後の2008年には商品化第1弾としてカバランクラシックをリリースしてるんだ。たった2年でリリースできるとは恐れ入るわね。でもお辛いんでしょう。だと思うじゃん。うまいんだなこれが。本当に。2010年にスコットランドのブラインドテイスティング大会に出品されたんだけど、スコッチやジャパニーズを抑えてカバランクラシックが圧倒的評価になって一度驚愕したらしいよ。圧倒的評価あるんだ。カバランのうまさの秘訣は何？実はカバランは山崎と違って原種は1種類しかないんだ。その代わりにめちゃくちゃ樽にこだわることで味の違いを出してるんだよ。それに加えて台湾は暑いから熟成が猛烈なスピードで進んでいくんだ。あまりにも熟成が早くて毎年1割以上の原種が蒸発して減っちゃうと言われているよ。真夏に洗い物を貯めておくとすぐいい香りがしちゃうのと同じね。例えが最悪だけどまあそういうことだね。モルトの本場のスコットランドだと毎年約 2% 程度原種が蒸発するらしいのでかなりの違いだね。短期間でうまい汁が醸せることがバレちゃったので短期熟成が今後のトレンドになるかもね。売り物になるまでの期間を考えるとメーカーにも消費者にとっても都合がいいわね。高級料亭より回転率の高いラーメン屋の方が儲かる理論です。とはいえ最低4年は熟成しているとのこと。美味しければ最高だね。果たしてどんなもんかな。それではお匂いの方嗅いでいただきましょう。くんかくんかスーハースーハー。とても甘い香りがします。バニラ、クリーム、パウンドケーキ、ラムレーズン、パイナップルおるなー。黄色い果物の匂いがいっぱいします。南国っぽくてとてもいい香りね。そしてゴムの香り。南国なのでゴムの木も育つからしょうがないね。テロワールとしては100点ね。カバランあんまりどこでも売ってない印象だけど買えるのかしら。私の地元のドンキでは売ってないね。でも安心して Amazon なら4000円台で買えるよ。概要欄に Amazon のリンクを貼っておくね。やってんね。ほいじゃやっていきましょう。ギュンギュンギュン。梅梅けど香りほど味のインパクトはないね。抜けるのがちょっと早いですね。もっと余韻欲しい。カバラうまいけど飲み比べるとやっぱり山崎の代わりにはならんかな。いやしかしカバラン想像より香り高くてすごいウイスキーだね。でしょ。ディスティラリーセレクトは一番安いラインだけどこのクオリティだからね。カバランクラシックやコンサートマスターとも飲み比べてみたいわね。シングルカスクのソリストも飲みたいね。お金ないね。ということで山崎ノンエイジの優勝です。しかしまあドンキのガラスケース以外で安定して山崎買いたいね。当然サントリーはかなり前から増産体制を整えていて山崎と白州の上流釜や白州と近江の貯蔵庫を増設しているわ。ただ蒸留してすぐ飲めるわけじゃないので潤沢に出回るまではそれなりに時間がかかるのよ。5年10年12年ちゃんと国内に出荷してくれよな。無限に供給されるチタと青飲んで耐えるしかないね。泣いちゃった。その点カバランみたいに短期熟成できると流通するまでのリードタイムが短くていいね。熟成技術の進歩によってこれまで不向きとされていた暑い国のウイスキーが世界を席巻するかもしれないわ。そういえばこの前インドで作られたシングルモルト飲んだんだけど独特の味わいがあってすごく美味しかったよ。インドはイギリスの植民地だっただけあって世界一のウイスキー消費大国だからこれからが楽しみね。インドみたいに将来性がある国は豊かになればなるだけ洗練された美味しいウイスキーが出てくるはず。しかもインドは台湾より暑い熱帯気候区分の場所も多いからさらに面白いウイスキーになるでしょうね。カバランもセンサーで相当厳格な管理して今のうまさを実現してるらしいし今後えらいことになりそうだね。ウイスキー作りも DX されてガンガンイノベーションが起こるでしょう。ウイスキーは世界的に流行してて日本でも新興蒸留所がバンバンできてるからこれから出てくるウイスキーが楽しみだね。未知の汁との遭遇やっていきましょう。飲んだことのない国の汁飲みたいね。皆さんのおすすめの新興ウイスキーをコメント欄に書いてね。今日も最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。いいねボタンもお願いします。ベルマークボタンもポチッとお願いします。それじゃまた見てね。